床にまたたびを巻いたら、こんな感じです。みんなでわらわらーっと食べてますね食べてる？舐めてる？ね、9月の26日生まれの赤くん、まあお家にいる分にはすごく元気にみんなと走り回ってます。ただやっぱり大きさがね全然違いますね。うん、やっぱりみんなよりちょっとちっちゃいです。で、獣医さんに行って呼吸の荒い原因が分かりました。どうも心臓が悪いみたいですね。で、獣医さんに昨日連れてってきたら、半日夜まで、午前中獣医さんに行って夜までずーっと寝てましたね。やっぱりちょっと外に出るのはしんどいみたいです。で、お家にいる分には元気に遊んでますなので、まあマイペースに暮らしていかないとダメだなね、赤くん。さあどうしましょうかね。